マヌエル・マリア・ポンセ・クエラルは、メキシコの作曲家、音楽教師、ピアニスト。高キロマン派音楽の作曲様式から新古典主義に転じた。サカテカス州、フレスニージョで生まれたが、生後感もなく、アグ・アスカリエンテスへ移った。地方の聖堂で教育を受けつつ、16歳で教会の聖オルガニストを務めるなど、音楽の才能を表し、その後18歳から、 メキシコシティ国立音楽院で学んだ。1905年に東欧、ボローニャとベルリンに留学した。1907年に帰国して母校で教鞭を取り始める。この時期の門人にカルロス・チャベスがいた。1915年から1917年までキューバに滞在し、この間にニューヨークで作曲家、演奏家としてデビューを果たした。 その後メキシコに戻って結婚する。1925年から再び通し、パリ音楽院でポール・ディュカに作曲を指示、また同地でギター奏者のアンドレス・セゴビアと親交を結ぶ。1933年に帰国し、メキシコ大学や母校で教弁を取った。晩年は腎臓病、リウマチに苦しんだ。1948年、ミゲル・アレマン大統領から、 芸術科学国家賞を音楽家として初めて受賞したが、まもなくメキシコシティで尿毒症により死去した。翌1949年、メキシコ国立芸術院のホールがサラマニュエル・ M ・ポンセと命名された。メキシコシティのパンテオン・シビルデ・デドロレスに埋葬されている。ポンセは今日、ヤッシャ・ハイフェッツの編曲でバイオリン賞品として有名になった歌曲。 小さな星の作者として有名である。しかし、新古典主義様式で、バイオリン競争曲やギター競争曲、南の競争曲などの大作も残した。初期のピアノ競争曲は、シューマンを思わせる叙情性,性と情熱的な表現によって、ロマン派音楽の伝統で作曲されている。この他にも、仏曲、変奏曲や風画などのピアノ曲を多数残している。 しかし、ポンセのオリジナルな気楽曲として、有名なのは、ギター作品で、とりわけ、ラフホリアを主題とする変奏曲と風ガや、シューベルト没0 0周年を記念する、ロマンティックなソナタ、ギターソナタ第3番、南国のソナチネは、セゴビアの演奏技巧を考慮して作曲されており、ギター演奏家に人気がある。ありがとうございます。